ゲルド砂漠より起こった闇の軍勢は恐怖と暴力によって瞬く間に勢力を広げ、ハイラル王国を脅かすまでになっていました。これに満足したガノンドロフはトライフォースを我が物にするためついに動き始めます。ガノンドロフが最初に狙いを定めたのは魔女ラナが持つ力のトライフォースでした。なぜならそれは遠い昔、神話の時代のこと。力のトライフォースを宿していたのは魔女ではなくガノンドロフだったのです。本来自分のものである力のトライフォースを取り戻してこそ秘められた強大な力を全て発揮できる、そう確信するガノンドロフは大軍勢を率いて魔女の谷へと進軍しました。一方ラナは魔物の大軍が攻め寄せてきたことを知ると逃亡を決断。彼女を助けるためハイラル軍も駆けつけます。ガノンドロフはラナの逃亡を阻止し、力のトライフォースを再び取り戻すため猛攻を開始するのでした。誰の手だよ、毎回気になるわねえ、あれ誰の手？はい、ラネール警告やってきましたよおお、ゴロン気持ち悪い気持ち悪いのが大量来たぞ。うわ、キモい、この絵面やめて、戦いたくなくなっちゃうわ。オッケー。二つの女神の聖堂を制圧せよだね、まず最初のミッションは。二つ、あーどうしようかな。あ、待てよ、そっちから行こうか、右からね。閉められた、オーマイガー、はは、ダメ、あっち閉められ、いやそこ閉められてるね。いや俺も孤立しちゃったよ、ガノンドルフも。終わりだろこれ、孤立できてね、二人いるよ、孤立してねえよ、孤独じゃねえ、二人だ。よし、じゃあ制圧完了。おっと、またそっちも閉められたのかな。オーマイガー、どうやって入るんだこれ。正面開いてるか、ここ。あ、開いてるね。あ、じゃあこっちから入るんだ。まずいまずいまずい、ボコボコされるわ、ザント。いじめられるね、そんなことは許さんぞ。すぐに助けに行く。ガノンドルフは意外にも熱いやつだからね、仲間のピンチはすぐに助ける。こっちから回って入るんだ。よし、どけ、気持ち悪いの、目の前にいるんじゃねえ。しゃ、ちゃんと大丈夫かい。よし、あー、うん、ハイラル軍一部味方本拠地で進軍開始。嘘だろ、オーマイガー、やべえ、頭めっちゃ使ってくるな相手。しゃ、わかった、すぐ防衛しに行く。とりあえず制圧完了だ、よかったよかった。これまずいぞ、本拠地へ向かってるからね。ザント捜査官のいらねえわ、そんなウルトラマンの敵怪獣みたいなやつ使わんよ。しゃあ、ギラフィミが止めてくれてるね、あそこで。一匹は大丈夫だ、ただもう一匹ちょっと行ってるからね、近くまで。まずいまずいまずまずまずい、ゴロン隊長か、てめえ待て、ボケ。はい、よし、まず一匹。
中入れ出すなよ、そんな気持ち悪いの。どこに行く、どこに行く、戦おうぜ。インパー、嘘だろ。よし、で、ギラヒムを操作して、こっちいる、こっちいる。何スルーさしてんの、止めろや。無能すぎるわ。はい、もうちょっとじゃないか。あ、押しないっす。インパーを撃破せよ。わお、マジっすか。お、すごい勢いで来てるね。とりあえずミッション成功ね。え、インパーどれだ、こっちになんかいるの違うのか、これゴロン隊長か、すんごい、あ、いた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 、インパだ。コブ兵を撃破せよ。何、うん、わかってるよ。敵軍のやる気を上げるからね。強くなっていくんだよね。早く撃破しないとダメだけど、かなり遠いよ。待て待て待て、それよりもインパを止めると。あー、攻撃ずれてんじゃねえか。最初の一発当たって後ろに行ったね、こいつ。なんて運の悪さだ。ついてなさすぎるだろう。終わった。よし。あー、うち分身か、本物どれだよ。クソったれ、うんこったれ、バカったれ。全部言ったった。てか、この辺撃破しに行こう。これまずいぞ。本拠地攻められてるしな。やる気上げられるのはまずいから、すぐ行かないと。伝令兵。オッケー。目標の砦に到達するとゾーンへ呼び込み、戦場から離脱します。もう倒さないとダメなやつ多すぎるだろ、お前。次から次へと来るぞ。インパ早く止めないとまずいね。遺跡内のゴロン隊長を撃破せよ。そんなもんできるか、お前。あ、な、召喚兵いるよ。召喚士か、危ねえ。倒しといて正解だわ、これ。伝令兵か、てめえは。ボケ、ゴラ、ハゲ、ゴラ、どこ行くつもりじゃ、われ。行かさんよ。デスボール、死んでない。オーマイガー。よし、伝令兵撃破成功。ほいでほいでほいで、コブ兵、コブ兵。痛い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 。これで敵が強くなることはないだろう。痛い痛い痛い、お前何やっとんのお前、おい。はい、終わり。早くインパ倒さんとね、これまずいわ、ほんと。かなりの数来てるぞ。大苦戦しすぎ。あ、敗走してんじゃねえか。役立たずにも程があるな、お前。ハートナック何やってんだよ。どれだどれだ、そこなんかいるな。これもインパか、これ本物なの。一匹一匹は別にそこまで強くないからね、倒そうと思ったらすぐ倒せるよ。めっちゃ配送してる、すげえな。よし、倒した。これも違うのか。適当に言ってない、本物来てねえんじゃねえか、これ。よし、まだちょっと残ってんのか。よし、インパ何のリアクションも取ってくれないね。分身なのかどうなんだこれは。なんか取ってよ、何も言わなくなったんだけど。ってことは本物だったってことか。じゃないの、何も言えないんだな、言いたくても。
し。痛い痛い言うとる。ザント大丈夫かい？ザントとギラフもどっちか入りそうでアウトだろこれ。ねえ、気をつけないと。まだ大苦戦ではないから大丈夫だ。お、なんだ？あ、あれが本物だったのか。よっしゃ、本体表したぞ、ボケ。へっへっへ。うわー、倒してやるぜ、お前。何インパやる気上昇してんの？すごい勢いで来てるし。いや、本体見破ったけど、すんごいやる気だぜ。いたいたいた。ほほう、かっけえな。めっちゃかっこいいじゃないですか、登場の仕方。いやいや、でももう攻撃し始めてるよ。ダメージ与えちゃってるよ。そんなカッコつける暇あるなら早く戦わないと。うわ、ほら、見て見て見て。このイカ槌のね、一発目のやつで横に反れるんだよな、インパが毎回。近くすぎてもダメなんだ。危ない危ない危ない。すんごい攻撃してるよ。よっしゃ。終わったか。討伐完了、ありがとう。ポーン。おー、もう何体今回インパ倒したよ。影分身含めてね、すんごい数倒したよ。何？白の魔女ラナ、余裕あるな。はあ、はい、言うとるよ。さて、ラナを撃破したらこれでミッション終了だ。ついでにここちょっと取っていっとくわ。行くぜ行くぜ行くぜ。はい、制圧完了、ありがとうございます。行こう行こう行こう。え？遺跡西の部屋でお宝が眠ってる？サブミッション来たね。いや、行こうよ。そこだ、そこだ、そこだ。近くあるやん。取っとこ、取っとこ。寄り道のついでね。そうか。警備兵がいるね。よっしゃ。はい、さっさと出てこい。お前じゃない、どこだ。あー、トリデボスどこ。トリデボスは、what？ あ、いたいたいた。よっしゃ。えい、宝箱、宝箱。え、宝箱、宝箱。いや、先に宝箱。いや、どけ、てめえ、ぶっ殺すぞ、お前。あっち行きやがれ、気持ち悪い。ゴロゴロじゃねえんだよ。なんだ、ゴロゴロ。はい、終わり。腹立つわ。早く宝箱取らして。お前に用はないんだよ。ずっとお前に用はないんだ。周りめっちゃ集まってきてるし。雑。両手で開けろ。あい、ハートのかけらね。ありがとうございます。役を来て正解だよ。ででででででで、であとはラナを倒しに行くだけだ。これで終わり。ゲームオーバー。よっしゃ、来い。あーの。よっしゃ。はい。
なんだ、攻撃してこないと。それじゃ勝てないよ。はい、終わりあ、お前かい。ラナじゃないんかい。終わった。あ、終わってないな。あれ、ラナ倒したけど何の変化もない。終わったか。あ、終わった。よかった。ん？これもう終わって、いや、どう、終わってんのか。わあ、終わってないじゃん。女神の泉に行ってるし、なんだったの、分身だったってこと？のののん、逃亡開始。やべえ、これ逃げられるぞ。嫌な予感してたな、なんか弱かったし、偉く。やべ、すごい勢いで逃げてるわ。生かさねえよ。いた。お前じゃねえ。ラナどこ行った？あれ、ラナは？魔法により3体に分裂。嘘だろ？どれが本物だよ。無茶言うんじゃねえ。ギラヒムとか止めに行け、ザント。敗北条件変更、何？いずれかのランナー。いずれかのランナーかい。あかん。マジで？やべえじゃん。うわ、もう。あかん。まだ倒せてないの？硬すぎない？ちょっと。あ、これ絶対無理だわ。ね、はい、こう、お前ギラヒムで止めて。よし、いいぞ。これはむずいぞ。焦るな。ラナ強化、何強化してんの。よし、うわ、全然食らってないな、これ。よし、どこ行った？ゴロン族隊長とかどうでもええわ。死ぬほど興味ねえわ。うるせえ、ゴロゴロ。あおー、しまだかー。ちょっと必殺技弱すぎるよ。あ、もう何ぶっ倒れてんの。終われ。よーし、ナイス。ほんで、もう一匹どこいる？いた。やる気上昇。最悪だな、また強くなるぞ。逃げんな、戦え。よし、行っちまえ。よし、終われ。イエース。はあ、もう厳しい。何逃げ出してんの。焦りしかないわ、もう。難しかった。でも勝った、クリアした。
はい、無事勝利ですよ。3体に分裂して、いずれかだからね。一匹でも生かしたらアウトだからね。三人、生かしたら、アウトじゃないからね。一匹でも生かしたらアウトだから、厳しいよ、これ。うわあ。それはそんな笑いも出てくるわ。あんなね、化け物後ろに出てるやつ出せたらね、自分で。俺もあんな笑い方するでしょうね、多分。しゃ。OK、じゃあ今回の実況はこれにて終わりね。今回はガノンドロク編第2話、魔王の牙をプレイしました。次回第3話目ね、トライフォースを奪うもの、こちらをプレイしていくので、お楽しみに。グッバイ、また会おうぜ。